キチャンネル。ちょっ、さあ日本シリーズ第4戦ね、行われました。ヤクルト対オリックスね、結果から言うとですね、2対1でヤクルトの勝ちで、ヤクルト日本一へ王手っていうね、試合になりましたけども、今日ね、だいぶ動画出すの遅いですけども、佐々木ですね、今日秩父市の方でですね、公園でですね、行ってきまして、帰ってきてから、日本シリーズを、録画で見直しまして、しっかりチェックして今動画を撮るという形でですね、もう日付超えてますけどもですね、しっかりチェックしてね、ちょっとこう今日公演だったんでね、本当は今週ね日本シリーズなかったんですよ。一週間ずれちゃってね、 LPB が日付変えちゃって、だからこのバッティングしちゃってね、あれですけども、でもしっかり見ました試合ね。ということでね、振り返っていきましょう。今日はね、オリックスが、山崎颯一郎、そして、ヤクルトがね、石川ね、先発っていう形になりましたけども、まあ、全体的にね、2対1、まあ、石川の好投っていうところで、6回77球3安打5三振、フォアボール1個と1失点、もう完璧なね、ピッチングっていうところになりましたけども、このね、石川、やっぱね、何が良かったかっていうとですね、今日のオリックスに対して、ストレートをめちゃくちゃしっかり投げたね。アウトコース、インコース、関係なくね、しっかり、特にね、序盤の回の先頭はね、ほぼストレート。だから初回、福田にね、ストレート3つでセカンドゴロ。で、2回表も、T 岡田に対して、まあ、フォアボール出すんだけども、2球目スライダー以外、6球すべて、ストレート。で、3回、若月に対しても、最後ね、シンカーでファールタッチして、インコースストレート見逃し三振。で、4回、ブデイに対して、ストレート、ストレートでレフトフライ。っていうところで、この序盤の4回の、一番先頭バッターに対して、ストレートめっちゃ投げていくんだよね。だから全体的に石川のイメージっていうと、変化球、シュートとかカット、シンカー、特にシンカーっていうところがね、イメージ強い。それとカーブ、スライダーっていうね、この変化球を自在に使ってっていうね、多分印象が、オリックスも強かったと思うんだよね。でもそこを、逆手に取ったのか、ストレートあんまり意識してないなって中村が思ったのかわかんないですけども、しっかりインコース投げていくんだよね。で、それによって、このオリックス打線全体的に、もう絞りきれてないね。もう完璧に迷いの中、打っていくっていうところがね、非常に大きかったと思うね。で、4回かな。吉田正尚に対して初球インコースをストレート見逃し。で、2球目もインコースストレートでセンターフライ。っていうところをね、投げていって、で、次、杉本にはカットボールでね、まあ、サードライナー、強烈なところだったけども、しっかりインコースもね、この、吉田杉本っていう、このバッターに対しても、インコースしっかり使っていくんだよね。で、その中で、シンカーっていう、このなんか、押し引き、非常に素晴らしかったね。だから、ストレートも、130キロ前後よ。もう、120キロ台とかもあるからね。普通ね、そしたら変化球とかね、使いたくなるところを、それでもしっかりね、このストレートを投げ込んでいく。で、回の先頭にいっぱいストレート見せる。そこで打ち取っていく。次行くバットは、ま、すごいな、どっちなんやろうっていうところで、どっちつかずになる。で、オリックス打線としたらもうね、打たされる状況。絞りきれない。何来るかわかんない。迷いながら打つ中で、石川のね、ペースにはまって、完璧なね、ピッチングを許したんじゃないのかっていうようなね、試合展開に見えましたね。だからそこはね、中村もね、この臆することなく、インコースっていうところをね、ホームランあるところもね、勇気を持ってしっかり投げ切った、石川もすごいし、サイン出し切ったね、中村も非常にね、素晴らしかったかなと。で、オリックス先発ね、山崎颯一郎、こちらもね、5回84球、4安打5三振、2四球1失点と、非常にね、今年ね、初勝利を挙げて、日本シリーズ初先発っていうところでね、非常に、素晴らしいピッチングだったかなと思います。2回にね、サンタナに、ストレートをね、ホームラン打たれるけども、まあ、ここはね、一つ考えてみたときによ。これね、まっすぐ4球続けてってね、言う人いるんだけども、これがね、昨日からのつながりで来てるわけよ。昨日ね、吉田亮のスライダー、2ボールからね、ライトへ決勝逆転のツーラン打たれた、ね、っていうところを、オリックス、ね、キャッチャーも含めてね、脳裏にある、ね、で、ここもね、ストレートボール、ストレートボール、ストレートファール、2ボール、1ストライクからのね、次、ひょっとしてまた変化球いったら、しかも変化球っていうと、本当はね、カーブとかフォークとか行きたいとこだけど、山崎颯一郎は、まあ、カット系なんだよね。ストライクが確実に取れそうな変化球っていうとね、で、このボール先行した時に、カーブも投げづらいし、カット昨日ホームラン打たれてるな、じゃあストレート力あるからストレートで行こうみたいなね、感じで、
ライトスタンドホームラン。だから迷ったね。やっぱ昨日のあの吉田亮のスライダーをホームラン打たれたことによって、ひょっとしたらもう一回だって2回連チャンで変化球ホームラン打たれた。本当これ一番ダメなパターン。だからこれをね、なんていうか、後手後手踏むっていうんだよね。だからこう、打たれちゃったから、逆に言うとよ、もっとこのね、こうサンタにね、なんでここまで打たれてるかっていうとね、もう一つの理由としては、ずっと打たれてなかったから。しかもアウトコースの出し入れで引っ掛けさせてたんだよね。宮城とかもそうなんだけども、ずっと打たれてなかったから、インコース行けてないんだよね。っていうか行く必要なかったと思ったんだよね。で、打ててないのにインコース行って我慢ホームランも嫌だから外で打ち取ってる。じゃあ外を中心で行こうみたいな。で、それで抑えてる。で、外打たれました。打ち、行けてないんだよね。ボール先行したらいけないんだよね。で、そうすると外オンリーになるところを持っていかれるっていう、このね、ヒット打たれなかったからこそ来たね、オリックスバッテリーの、こうなんて言うんだろうな、ちょっとブラックホール的なとこ入って、行きたいけど行けないみたいなね。けど外、スライダー、カット、まっすぐみたいな、この苦しい状況。で、それをね、サンタナがね、パーンとホームラン打ったっていうね、この気持ちはわかるね。やっぱこのね、インコース、だから、ヤクルトが対杉本のインコース結構使ってんだよね。初球の入りインコース使ったりっていうね。で、そこを、できなかったんだよね。だからそこが、痛かったね。このサンタナに対してはね。で、そこで、攻めてんだけども、攻めきれないっていうね。だもうちょっとガンガン行きたかったところもあるけども、そこでストライク先行になったらよかったんだけどね。そインコースも攻めてんだけど、攻めながらボール先行になってくるっていうね。ところが、非常にちょっとね、痛かったかなと。まあ、この打席もね、ストレート浮いてね。で、2球目アウトコース行ってボール。で、3球目ストレート高め行ってファールね。で、ストレートまた打たれるっていうね。ところではちょっとね、まあ仕方ないか。ちょっと行ききれなかったっていうところと、まあその昨日のね、カット、スライダー、ホームラン打たれたところがね、まあこの、ホームランに招いたかなと。でもね、山崎も5回ね、このホームラン1本だけだからね、上等ないのよ。正直ね、仕方ない。っていうところもあるよね。で、しかもまあこれね、山崎はね、こう大体はアバウトにね、力強く投げて、そこからカーブ投げたり、カット投げたり、フォーク投げたりっていうところなんで、まあ、もう一つね、さらに来年、ね、成長していくためには、もうちょっと変化球でね、カウントをうまく取れたりすると、さらにストレートが生きるんでね。まあ、ここら辺はね、まあ、トミー・ジョン手術もして今年復帰してね、まあ、ここまで来たんで、まあ、非常にね、いい段階踏んでるんで、まあ、今日がね、多分今シーズン最後の登板になると思うんでね、来季に向けては、もうちょっと変化球のね、精度を、別にコースに狙う必要ないんでね、甘めでいいから、もうストライク取れればね、もっと生きてくるんでね、まあ、さらなる成長をね、まあ、期待したいかなと。でね、まあ、5回、1対0で進んで、6回表よ、ね、ここで来るよ。ツーアウト。まあ、ここでね、山崎総一郎ね、代打がね、大下来て、まあ、サードライナーっていうところでね、ツーアウト。で、福田がね、センター前ヒット。で、ここで宗がね、シンカー、チェンジアップをね、ライトに打って、サンタナがファンブル。ね。で、福田はもう、ライト前抜けた時点で三塁走ってきて、ファンブルしたの見た時に三塁コーチがもう回してる回してる。あれ、回すの早かったからよかったね。回すのがね、多分福田がね、まだ二三塁間のね、ちょうど真ん中ぐらい、来るか来ないかぐらいのところでももう回したんだよね、ずっと。だから福田がもそっからね、スピード落とすことなく回って、で、止めるかどうか確認しながら最後に回してゴーっていうところでね、非常に福田もね、最初から全力で走ってたっていうところもあるし、三塁コーチはね、非常に判断早かったね。あれがホームまで帰れた要因だったんで、非常にね、相手のミスをつく、素晴らしい。逆に本当にね、サンタだ、何やってんの、めきるの早いよ。しかもよ、あれを、セカンド投げちゃダメなのよ。セカンドベースに。だから、セカンドの山田哲人もこうやってたからね、こっちこっちってね。やってたけどね、あれセカンド投げちゃった。あれセカンド山田哲人に投げてたら、まあ多分回ってたと思うけど、ホームで多分クロスプレーでね、どうなるかっていうところだったけども、あれをね、セカンド、だからダブルバットだね、本当にあれはね。まあホームランを自分で打ってね、自分で1点やるみたいなね。でもちょっとね、この両チームね、この日本シリーズ、エラーが失点に絡んでくるよね。そういったところはね、わあ、ちょっと流れ悪いなっていうところをね、見た中でよ、今度6回ぐらいよ、ピッチャーね、もう代打が出たんでね、麻酔、あ、ここで麻酔なんだ。比嘉じゃないんだって俺思ったね。比嘉で頭から、しかも山田哲人比嘉抑えてるのに、と思ったら、先頭フォアボール。で、次ね、村上、ファーストライナーね。で、山田が飛び出して、ダブルプレー。まあ、あれ、あんな簡単に飛び出しちゃダメなんだけどね。まあ、もし飛び出せなかったも、飛んだところがあれだからダブルプレーだったかもしれないけど、ちょっと簡単に飛び出したね。で、ここ、ツーアウトになって、おわ、ラッキーみたいな。で、サンタのフォアボール。で、まあ、結果ね、その後、中村、オスナで、中村ヒットで、オスナでね、比嘉に代わって打たれるんだけど、
俺はここね、まあ最初から比嘉で良かったんちゃうかって思ってるんだけど、まあいろんなね、この兼ね合いもあるし、これがね、このセリーグの DH がないところのパリーグの難しさなんでね。ピッチャー本当はね、あのままもし DH だったら山崎総一郎行ってると思うんだよね。でも変えざるを得ないっていうところでね、この系統の難しさがね、このセリーグの野球のね、この難しさっていうところが出たかなと。で、このね、あの、ラッキーが生んでるの。だってこれ、ラッキーツーアウトだからね、一本間違ったら一三塁だったからね。で、サンタのフォアボール。俺はもう最悪、この中村から比嘉でよかったと思うんだよね。こう、結果論。まあ、結果論になるけどね。でも結果論から読み解くのが、評論家解説者の一つの仕事です。でも俺はこの、サンタのフォアボールでも諦めた方がよかった。もうだって3人連続でちゃんとしたピッチングできてないからね。で、ここで俺はもう中村で比嘉でよかったんちゃうかと。俺は最初から比嘉でよかったけど、途中からでどうせ変えるんだったらよ、オスナで。だったらもう中村で、俺は比嘉でよかったんちゃうかで、中村に代打絶対出ないからね。で、まあね、中村ライト前ヒット打たれて、で、オスナにね、比嘉に代わってセンター前タイムリーで、こうサンタナ、スタートめっちゃ早かった。三塁に行くのもね、打った瞬間のスタートも早かったし、あれはもうね、ホームはちょっと無理かなっていうね。で、打球もそんな強くなかったからね。っていうところではね、非常にサンタナのね、走塁良かったかなと思うけども、本当に。ちょっとオリックスはこの日本シリーズね、系統がね、ちょっと裏目に出がちだね。ここに来てね。そういったところでのちょっとこのね、あのロースコアの最小失点差のゲームの中で、ちょっとミスチョイス、ミステイクっていうところでね、この1点取られて負けてる試合がね、ちょっとあるかなっていうところはね、あるよね。で、まあ7回からね、石川に代わって石山。石山ね、まあ T 岡田にレフト前ヒット打たれるけども、足立三振。石山がこのね、何気に石山いいね、この日本シリーズね。非常にいいね、働きをしてる。で、8回ね、清水がマウンドに上がって、ジョーンズアウト。で、モヤがね、天井に当たって。で、ここでね、ダイソー佐野が出てくるんだけども、ちょっと、動かないね。昨日もそうだったけど、俺、佐野が塁出るってことは、もっと足で仕掛けた方がいいと思うんだよね。だから、ロッテで例えると、和田とか岡が出てきたら、やっぱ走るじゃんね。だから佐野には、そのスペシャリストを、俺は勝手に望んでんだけど、チームは望んでないのか分かんないけど、仕掛けないんだよね。俺は佐野ダイソーって言った時にもう盗塁っていうところがセットでついてこないのかなっていうところもあるんで、まあ、それをね、もう出てきたら盗塁みたいな感じのセットになるぐらいの選手にもっと大きく育ってもらいたいなっていうところもあるし、そこちょっと動いてもいいんちゃうかなっていうところはね、見てて思うね、佐野が出てくるとね。でね、福田が 6-4-3 ダブルプレイでね、ここをチャンスを広げられないっていうところもね、ちょっとバタバタしたかなと。で、その後ね、8回シヒンス、山田、村上ね、サンタナ、後ろけども、ちょっと村上がね、全体的に、まあ、この全カード、初戦から全部そうなんだけど、ちょっとストレート全体的に差し込まれてるよね。だから変化球の方がタイミングがね、ヒギンスのバックスクリーンのホームランもそうだし、その前のね、麻酔の、多分フォークボールだったと思うんだけども、ファーストライナーもそうだけど、変化球は若干タイミングが合うけど、ストレートが全部差し込まれてんだよね。だからそこら辺はちょっと修正必要かなっていうところと、ちょっとストレートね、差し込まれてたり、ちょっと遅れてるって本人分かってるから、ちょっとね、無理くり振るんだよね。だからインコースの高めのね、ところとかね、ちょっと見極め悪く振ってしまうんで、そこがちょっとね、村上がもう一つポンっていけないところかなっていうところはあるんで、まあ明日ね、どう修正してくるのかっていうところ、勝負だね。でもやっぱりこのね、ヤクルトのキーマンはやっぱ中村だったね。まあ、俺は裏のキーマンって言ったんだけども、この中村のね、ジョイント力っていうところがね、非常にいい形でね、チームの勝ちに貢献してるなっていうところもあるし、俺はだからオリックスはね、裏、キーポイントプレイヤー T 岡田って今日まあ一本出たけどね、こう、だからオリックスも福田宗っていうところがね、塁出てんだけど、まあ、このいいところでね、吉田杉本っていうね、ところが、いいところで一本出てね、繋がってこないっていうところが、まあ、きつかったね。まあ、全体的にはもうね、こう、石川のナイスピッチングよ。セリーグで、最年長、日本シリーズ勝利。非常にね、素晴らしいピッチング。まあ、それをね、導いたのも、まあ、先も言ったけど、中村悠平のリードもあるけども、しっかりストレートをね、4番でもね、強打者でも、ホームランバッターでも、先頭バッターにね、しっかりね、使っていったっていうところが、オリックス全体の打線のね、意識っていうのがね、ちょっとストレートに向いちゃって、的を絞りづらくして、こう打たされたね、配球になった、バッティングにね、なったかなと。山崎総一郎もね、まあサンタニはホームラン打たれたけども、全体的にね、自分の持ち味っていうところは、出したね、ピッチングっていうのがね、できたんじゃないのかなと。まああとはやっぱりね、まあ、こうサンタナエラーしなかったら、まあ1点取られなかったっていうところもあるし、この6回裏は、やっぱりこの系統っていうところはね、
ちょっともうちょっとできたんちゃうかなっていうところはね、個人的には思います。まあでも全体的にね、オリックスもピッチャー頑張ってんのにね、ここまで打てないとちょっとあれだね。だからもうちょっと動いた方がいいね。まあこの走れる選手はね、走ったかき乱したりねしていくっていうのも一つの手かなと。まあ今日ね、若杉が塩見をね、めっちゃ強肩だったね、低いで、ね、球で盗塁させたっていうところもあるし、まず両チームね、盗塁成功が一つもないんで、そういったところでオリックスね、その足っていうところで、まあシーズンもそんなに盗塁ね、してこないけど、この足っていうところを絡めてね、なんかこの打線の動きっていうのをね、作ってもいいかなっていうところもあるし、まあ明日の先発がね、山って言ってね、山崎福也か、山本か。でも俺はね、もう山崎福也でいいと思うよ。それなんでかって、もし山本行くんだったら、第6戦は宮城来なきゃいけないよね。で、奥側に当てるっていうところをしなきゃいけない。この、もし明日山本来て、で、第6戦が山崎福也なんだったら、奥側となるんで、どうせそこで奥側がいいピッチングされたら負けちゃうじゃんね。だ結局は、明日もし山本だったら第6戦宮城。で、第7戦はもう総力戦っていう形で、行かなきゃ、このローテーションを変える意味ない。それかもう山崎福也で行って、もう今日ね、無理に勝っても後負けたら一緒やみたいな。だからもう今日、日本一になるためのローテーションやって言って、山崎福也で行って、山本宮城で、もうここから3連勝するって。その代わり今日山崎福也絶対勝つっていうね、判断も俺は間違いじゃないと思う。で、山本行くんだったらもう宮城が第6戦絶対。ね。でもスタンダードに、山本と山崎福也を変えるぐらいだったらもう明日山崎福也行って、打線爆発して絶対勝って、山本宮城で抑えて勝つみたいなね。オリックスは戦略取らないといけないんじゃないのかな、と個人的には思いますね。あとね、ネットでも話題になってた、7回裏のね、青木の、このグリップエンドに当たったやつ、自分から判断っていうやつね。まあ、あれはね、今の時代だと、まずね、一つね、の意見としては、当たった時に痛がってないね。そんなに。ちょっとびっくりした感じあるけど、あれもしもろ手当たってたらめちゃくちゃ痛いからね。もううずくまって一回ベンチに引っ込むぐらいのめちゃくちゃ痛いのよ。それがちょっとびっくりした感じはあったけど、そんなに別に痛がって、こうなんかこう見てたけど痛がってる感じもなかったから、あれもしデッドボールってなっても、今はリクエストがあるから、リクエストって言われるんだよね。で、言われてグリップエンドだったからファールってなっちゃうと、ちょっとこうね、選手としてヘボい人間に思われちゃうじゃんね。リクエストなかった時はもう後からになったらね、当たってたか当たってなかったってよくわかんないけども、リクエストされて、まあ、グリップエンド当たってたからね、あれでもう多分手にも当たってなかったんだよね、短く持ってたからね。だから手にも当たってるっていう判断があれば、リクエストされてもデッドボールになればいいけど、リクエストされてファールだったってなると、なんかちょっとヘボい人間に思われるっていう怖さあるね。もし当事者になるとね。リクエストない時は別にいいんだけどね。でもまあね、青木もね、グリップエンドに当たってましたって言って、ね、正直に言って。まあでもリクエストがあるからね、そこら辺の気持ちもまあそこまで考えてるかどうかはわかんないけどね。まあいろんな意見あるしね、何が正解かわかんないけども、非常になんか個人的には痛がってなかったから、あれ最初から痛がってこないとリクエストされちゃうよっていうところもあるんでね。まあでもグリップエンド当たったってね、まあ正直者っていうねところかな。まあいろんな意見あるかもわかんないけどね、そんな感じの、風に思いましたね。まあということでね、結果2勝2対1でね、ヤクルトが勝って、3勝1敗でヤクルト、ね、日本シリーズ王手っていうところでね、明日決まるのかどうかっていうね、戦いになりますね。そういったところでね、明日はね、フジテレビ系、佐々木ね、YouTube で副音声的なやつやるんで、ぜひ見てくださいね。相方がまだね、誰かわかんないんだよね。なんかザキヤマさんっていう話もあるんだけど、ザキヤマさんがなんかその仕事があって、最初から入れないから遅れてくるかもしれないし、他の、新しい人かもしれないし、まだ何も聞いてないんだよね。5時に曲入りすることだけは聞いてんだけどね。まあ、そこら辺、ぜひね、皆さん、チェックしてください。ね、佐々木。多分 YouTube の方だと思うんで、そちらでね、ミスター副音声が、副音声解説しますからね。ぜひそちらでもね、日本シリーズをお楽しみください。さあ、ということでね、明日、山崎福也なのか、山本由伸なのかね、オリックス、誰が先発なのか、ヤクルトはね、このまま日本一にね、ほっともっとに行かないで、日本一を確定させるのか、もしくはね、オリックスが勝って、ね、ほっともっとで最後の逆襲をね、ホームでやるのか、ね、皆さん、どういう展開になるのかね、ぜひ明日もね、日本シリーズで楽しんでいきましょう。ということで、明日の日本シリーズ、第5戦も、要チェック。